20分ぐらい。いっぱい学ばせてもらいました。おはようございます。大和です。微妙なお天気でございます。今日はなんか曇りだったり雨だったりちょっと予報がパッとしないんで、近場の岩場に行ってまいります。今日は立岡山です。初立岡山リードのエリアですね。で、立岡山はね、うちからね、まあ、20分ぐらいかな、車でめっちゃ近いんですよ。近所の村井くんと一緒に行くんで、合流地点のコンビニまで歩いております。はい、いや本当は今日はね、気温が結構高いから小山に行きたかったんですけど、雪です。小山はまた残念。この5メーター部分が痛むのがちょっと早いんで、ほうほう、はい、ということで、本日は立岡山でございます。すごくね、家から近いんですけど、なぜか、視界の片隅にも入っていなかった立岡山でございます。はい、立岡山は、カリスマという有名な13A がありましてね、それが看板ルートっていう感じかな。うん、はい。この日は、ちょっとね、天気がいまいちだったんですよ。なんか雨も、まあ、降りそうな予報でして、一緒に行った村井さんの話によると、このカリスマがある小山ロック、は、まあ、雨でも登れるよということで、じゃあ立岡行こうかということで、初めて行ってきました。はい。まあ、実際にね、昼ぐらいから雨が降ってたんですけど、まあ、湿度は高いけど、登れるっていうような感じでしたね。あ、まあ、さすがにリップとか、まあ、上部、上の方は濡れてるんですけど、まあ、フェースの中は、触れるような感じですね。はい。で、初立岡、まあ、ハッピーバースデーという 11A をね、ウォーミングアップで登ったんですけれども、はい。ラインがすごく、取りづらいっていうか、わかりにくい。岩がめちゃ冷たくて、はい。スーパーパンプしながら、はい、登りました。なんか年明けから、ガツガツと、ボルダーをやってたんですけど、まあ多分、期間にすると、まあ2週間ぶりぐらいのリードではあるんですが、なんか久しぶりな感じがして、すごい体力入っちゃってですね。もう、下手くそ、丸出しって感じで。はい、この 11A も本当にギリギリ登れたって感じですね。マスターだったら多分落ちてましたね。はい。普通に落ちたと思う。それぐらいね、腕が張っておりました。いやー、本当にね。
焼き石が必要でした、この日は。このハッピーバースデーのドライはね、まあ、いらないだろうと思って、焼き石、いらないです、つって、持ってかなかったんだけど、持っていけばよかったーって、なりましたね。うん、まあ、僕、週末に岩場でしか、リードやらないんで、まあ、平日、ジムでトレーニング、まあ、週に1回ぐらいボルダーやるくらいなんですけど、ジムでリードはほとんどやらないんで、まあ、トレーニングっていうトレーニングしてないんですよね。なので、なかなか、持久力がつかないですね。はい。先輩、カリスマってどんなルートですか？カリスマですか？私を育ててくれたとても大事なルートです。とてもルートっぽくて楽しいですね。無職の夏休みを思い出します、ね。思い出のルートなんですね。よくやろうと思ったね。でもおかげで他の13とかを触れるような気がしたので。本当にいい取っかかりだった気がします、諦めない心もついた気がするし思い出の思い出の大事なルートだ、はい、いっぱい学ばせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日のメインディッシュのカリスマでございます。はい、こちらね、なんていうのかな、リードっぽいリードっていうんですかね、そんなに極端に悪いムーブっていうのは出てこなくて、まあ、同じような負荷がこう淡々と続いていく感じなんですけど、はい、まあ、人がレストするところでレストできない私にとってはまあかなりしんどいと。なんかね、この日はね全然ダメでしたね。ムーブのチョイスも最初うまくいかなかったし、あとレストがうまくできなかったのと、あととにかくもう中間部ぐらいから指が冷えちゃってね、はい、力入らなくなって撃沈っていう感じでしたね。カブのライン取りはなんかこう、ちょっと右巻いていく人と直上していく人といるみたいなんですけど、はい。まあ、届くところは届くっていうスタイルなんで、まあ、しっかりガバ体を使ってね、上がってまいりました。はい。まあ、さっきね、お話しされてたね、村井巨匠はですね、このカリスマをね、もう過去何十回も登っているらしくて、もう、この日も2、3回シャシャーって登ってましたね。いや、クライミングね、めちゃくちゃ上手。真似したいですね。まあ、最近はその予定が合うときは一緒に登ってもらってんでね、上手なところは吸収して、まあ僕もレベルアップしていければなと思っております。いろいろね、教えてもらってます。はい。なかなかね、こう、固めてとどまっている、そういうことがね、苦手なんですけれども。まあ、去年の梅雨ぐらいからか、本格的にリードをやり始めてね、まだ1年経ってないんですけれども、まあ、徐々に、レベルアップしていければいいかなと思っております。まあ、ルートはね、各地にありますしね。まあ、いろんなルート登ってね、レベルアップしていきたいですね。まあ、これもね、カリスマ、これ最後のトライだったかな。この日4便目ぐらいだったんですけど、まあ、いけるかなって思ったんだけど、もうこの辺来た時には結構指が冷えちゃってね。まあ、とりあえず、ムーブ起こしていくぜって感じで、突っ込んだっていう感じですね。はい。まあ、まだ寒いんですけども、
まあ、しばらくはリードメインかな。ボルダーもちょっちょやってたけど、うん。最近はやっぱリードの方が面白いんで、まあ、この1月2月、あ、もう1月終わりか。2月はね、まあ、城山あたりに行きたいなと思っております。あとは暖かい日があれば、屋根岩御保岡山に行って、まあ、プラズマ火球をちょこちょこ春に向けてやり始めたいなと思っております。はい。まあ、城ヶ崎とかもね、暖かくて登れると思うんですけど、まあ僕海あんまり好きじゃないんですよね。あの、海のボルダー、ホールドが塩っぽいのがすごい嫌で、あと城ヶ崎って人が多いし、なんかちょっとネガティブなイメージがすごい強いんで、敬遠しております。まあ、どこぞの岩場でね、お会いすることがありましたら、ぜひ、お声かけください。お話をしましょう。おしゃべりをね、させていただければと思います。はい。まあ、カリスマの方はまた、機会を見て、やりに行きたいなと思っております。まあ、暖かい日があれば、バチッと、登りにね、行こうと思っておりますので、また動画を撮りたいと思います。本日は以上でおしまいでございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまたねー。